何してるんですか。またロアムを曲げちゃったんでロアム交換を当てなきゃいいの。なんで当てるんですかね。なんか俺呼ばれるんですよね、ガードレールに。ああ曲がっちゃいました嬉しそう嬉しくはないんですよ。でもあのこう外さんで取れたのが嬉しいです。どうやって取ったんですか。これ今ここに六角、これ今ずらしたくないんですけど。いやずらしてもらうと。これまた。これ L 型のをちょっとここに入れて。これがですね今入ってたんですけど。なくなりました。ちょうど。あ来た。はい。ちょうどいい感じかもしれないですね。じゃあとはこいつを。仕込んで行くだけですね。傷だらけになっちゃいましたね。もう新車だったんですけど買い替えた方がいいんじゃないですか。下取り取ってもらえますか。あの事故車ですけど、足だけ黒にしたらかっこいいような気がするんですけどね。あそれか足だけ紫。足だけ紫ですか。エヴァンゲリオンみたいになります。まさしくエヴァンゲリオンです。ああ外してしまった。もうちょいその L 字のベンチのそっちの短い方がもうちょいあと2ミリか3ミリ長ければいいんですよね。ちょっとだけ長ければですね、これでギリギリこう探れば入るんですよね、こうやって。本当だ。で一応バタがないぐらいでスルスルね、うんうん、はい、バタはない。素晴らしい。そうですね、もうだいぶやりましたけどね。あとはこいつを当てなきゃいいのに当たっちゃうんですよね。これがまた、ここはもう締め入れて、あれ真ん中だったっす。これで車がまっすぐ走るようになるわけですね。はい、ハンドル切ってもあのタイヤが切れないんでずっとアンダーばっかりこれ本当にすごいです、楽しみだな今日の走りは。期待だけはせんできますいつも期待外れの走りでもこっちができたんで、この反対もですね。あ両方曲がってたんですか。はい、両方とも曲がっとって素晴らしいですね。はい、あのやっぱ左右対称に当てんとですそう、うん、一時的にどっちかだけ曲がってる時はありますよね。そ、はい、だいたい右足が、はいはいはい、だいたいこっち曲がってます、はいはい、ジョージ、はい、こっち曲がっとってそれに合わせてこっちも当てる。なるほど当てるわけじゃないですか当たっちゃうんです昨日はこのこう曲がってたの、はい、あこう曲がっとったのこう曲げて、はいはい、向きを変えて走ってたんですけど。なるほど。ちょっとボディに当たっちゃうんででしょうね。はい、ちゃんと雨降ってきました。あまり焦るとこれ絶対ダイヤフラム行くパターン。何をしてるんですか。ちょっとあのダイヤフラムの上のエア室をデトックス注射みたいに刺さってます、ね。ちょっと排気解放にしてみようか。ついに解放しちゃいますか。解放しちゃいますね。早くせんと雨降ってきましたよ絶対ダイヤフラムまで行きますってこれマジで絵的に欲しいんですけどオイルピューマジ勘弁してください、ね、あのさっき俺オイルダンパーメンテしたばっかりなんです一応来た来た来たけど
これ大丈夫ですかね。来た来た。まだ入りますっけこれ。いけると思います。あと3メーターぐらいいけます。あ、なんか行っちゃったような気がする。あ、大丈夫かな。どうだろう、ちなみに。俺もって、俺ピューってちょっとちょっと押してみてくださいよ。俺出てくるんですか。あ、大丈夫っぽいっす。あ、こっちもありますからね。いや。フリーですよこれ。フリーですか。はい、これはどっちなんだろうな、オスナなのかな。オスナオスナって言ってるような感じだと思いますけどね。絵的には欲しい。絵的には欲しいです。でも俺的には欲しくないです。そうですね。本当はバラした状態でするといいんですけどね。これとも今はまだ手に感触が残ってるでしょ、さっきの。上がりますね。はあ、だから違いが。分かるはずだけど雨が降ってきたんでその確かめれるかどうか分からんけど。いいねいいね、あと3センチぐらいいきます。絶対危ないです。早くするとほら雨ひどくなった。まあもう今度こそ本当ダメですよこれ。なんか焦ってきた。いいよいいよ。降ってきた。そうですね、早く動かさんともう走れなくなるんですよ。残念でした。すいません、期待外れだったです。つまらんな。忘れる前にほら早く期待外れだったけど、これ絶対ダイヤフラム当たってると思いますよ。いや、ダイヤフラム穴ほげてたらオイル出てきますよ、ここから。あ、そうなんですか。あ、そうっすよね、うん、当たるけどですね、うん、よし、とりあえずまあもう雨降ってきて走れないし。どうなんですか、ファーストインプレッション。ファーストインプレッションは、うん、緊迫感って跳ね返ってくる感じはないんですけど、ないんですけど、腰がなくなりましたよね。はい、腰がちょっとなくなりましたよね。はは、どうなんですか。接地感はそんなに極端には変わってない。まあ変わらんと思う。前傾入れた時の向きはめちゃくちゃスムーズ。そうですね、こういうところですね。さっきまではふわってなってましたもんね。はあ、ただいざこうタイヤを打ち付けたいと思った時に、なんか押さえつける力が弱いっていう。うん、見た感じもそう見えますね。ここがやっぱ、うん、引き付けちゃうけん、鉄が逃げていく。うん、それなりに乗れば多分乗れることはないと思う。そういえば、その前の動画を撮ってなかったです。雨だったっけ、急遽。やる前にやっちゃい、あ、撮る前にやっちゃいましたね。
ドリフトっぽい感じで走るた感じはどうなんでしょう。ダラダラっては見えますね、さっきより。これ、ペッペッペ押されてないけど、残せないっていう、押さえつけたの。本当にかその差を感じるんですか、そういうところに。なんか、デキンダリアシュートこの説明が難しいんですけど、まあ、でも車の動きはちょっと違いますもんね。落ち着いた、落ち着いた、うん、さっきは弾返されるのを回転で抑え込んでいって前に進んでいった感じがしてましたもんね。だいぶ弾かれたのは乗りやすくなってます。でも弾かれなくなった分路面に押し付ける感じがアクセルで少なくなった感じですかね。なんか滑らかには走ってますよね、さっきより。滑らかに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 。ちょっと違うな。大阪っていう、これは慎吾さんの真似をしようとしてるんですか。飛ばしていく。あれは大体はできないですね。酒井さんは慎吾さんに負けじとその3コーナーの先のところのあの土手でジャンプしようと。それ違うんですよね。I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way.Caught up in a daydream, I need my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down something